やればいい、やればいい。よろしくお願いします。ルールの変遷なんですが、まあ、今ビデオに見させていただきまして、そんなにダイナミックな話じゃないなという気がします。で、まあ、ルールのことを少しまとめたきっかけはですね、日本で記事ありましたのバルセロナルールというのがありましてね。で、あの時に、やっぱり変遷を追っていかないとどういうね、ことが流れになっているのかなというのを見ていくと、バルセロナルールとかいかに異様であったのか。で、今回こう、見て、マークまた見ている中で、3年ぐらいですかね、実は日本のハンドボールは違う競技をやってたんじゃないかという気までしてきました。で、どこから来てどこに行くんだろうという意図で少し、ルールを並べてみました。で、まず最初、ちょっとこうイントロダクションなんですが、これですね、公式のルールということで、どういうふうに見ていくのかなと。まず1936年にベルリンオリンピックをやってますね。この時は11人制です。それで、7人制はどうなったのかっていうと、7人制も大体世界では並行してやられていたようです。で、1936年またベルリンオリンピックの年なんですが、この年に IAHF ですね、インターナショナルアマチュアハンドボールフェデレーションですけども、の発行の7人制ルールがあります、ね。それで、1938年で2月に、日本でも7人制のルールは発表になっています。発表になっているという発表の時に表現したのは、これ日本協会が公式に出したルールじゃなくて、IAHF の発行、ドイツ語の版なんですが、これを訳したものが発表されてまして、それを元にしています。これが日本で、最初の、ルールだと思います。で、1938年には第1回の7人制の世界選手権がもうすでに行われています。で、これを優勝しているのはやっぱりドイツなんですね。ベルリンオリンピックもドイツなんですね。で、日本のハンドボールっていうのはどっちかというとずっと、近村さんが最初行われた11人制がありますから、11人制がハンドボールだと、正式なハンドボールだというふうに言われてて、7人制のハンドボールはちょっと遊びでやってるんだよみたいなね、感覚があったそうです。今で言うと多分ビーチハンドボールね、ちょっと発言が、なんであんな遊びみたいなのやってんの、真剣にやってんだという感じなんですね。多分7人制は当初はそういう感じだったんですが、世界ではちゃんときちんとやられていたと、ね。それで、ベルリンオリンピックでなんで11人制なんだと、これ一つ疑問になるんですが、これデンマーク協会のホームページ見ていただきますと、デンマークはベルリンオリンピックなんで7人制じゃないんだということをね、ドイツ、ゲッペルスっていうナチの人がいますから、そこに質問をかけてます。ただそのホームページでは、ドイツからの返事はなかったということなんですね。で、競技の発展の中には、いわゆる社会の習俗だとか文化というのがバックボーンにあるというんですね。これ日本人間の文化ですので、そういう意味で当時の世界情勢の中で、やはり11人制が主流であるというふうに伝わってきたのが日本のハンドボールじゃないかなというふうに今推測しているところです。はい。それで、一番最初のルール、概要を取り上げてみますと、17条構成です。ご存知のように、今はちょっとかな、その後19条編成になるんですが、17条で、1980年までは行われています。で、大きく変わるのは1981年ルールということになります。で、コートの大きさっていうのはちょっと幅がありまして、でも理想は40、20というので、40、20で行われてただろうというところですね。で、ゴールはね、2メーター10、高さ2メーター10、3メーター60と、こういう大きさだったんです。デンマークの古い文献を見ますと、ゴールがもっと小さいのがあったり、いろいろだったんですね。で、多分、3メーター、2メーターという大きさは、その後に決まってくるんだろうというふうに思っています。で、この、
2m10、3m60 というのはホッケーの、ゴールと同じです。で、最初のルールにはあのネットを張っちゃいけないって書いてあるんですね。金網を張れって書いてありますので、多分ホッケーがこうあのイメージされてたんじゃないかなという感じがします。それからチームは10人で7プラス3で、ゴールキーパーはいるんですけど、特に指定されていなくて、とにかく10人なあの3人は交代メンバーだというふうに表記されています。で、この頃のルールブックでは 肘を広げて前を下げることは許される、これ相手に対する動作なんですが、日本でも、まあ、昔はこうやってたわけですね。今これやってると即退場になるケースにつながるわけですね。それから、各種スローにおいて、これは、まあ、ルールブックスの本持ってきてますので、球より6メートルとか大切、今は3メートルですね。6メートル離れていなければならない。それと、これも80年までそうですが、退場というのは2分、それとも5分という退場時間でした。5分の退場というのは、僕の見ている中でもほぼ記憶にないぐらいにないですね。2分はたまにあったんです、たまにね、というぐらいの退場というのはあのほぼないというね。で、これはあのルール改正の一般的要因ということで出てましたので、ちょっと引っ張ってきました。まず第1番目には今回のテーマでありますように、技術戦術の進歩発展による改正というのがあります。それから、今の話ですと、あのベッカムの次元の話だとか、モスクワオリンピックの話もありますが、やはりあのラフプレーに対しての罰則規定、これを強化していくための改正、それからあの技術の外面的形式を具現化する改正というのは、ルールより先に技術の方が発展する場合があるんですね。ですから後追いでルールを変えていくというのが一つあります。これも、まあ、この話の中でいくつか出てくると思います。それからあのやっぱり文化ですので、スポーツ集団ハンドボールというハンドボールファミリーという考え方をヨーロッパの人はしますけども、そういう仲間内の習得、文化ですね、そういうものをきちんと明文化していく改正があるという部分に言われています。それで、項目数をざっとね調べてみました。あの最初のルールは項目数ということで数えられないんですね。でこの辺からあの、まあ67年というふうに言われたんですけども、最初から並べてみないとよくわかんないだろうということで古いところまで行ってます。で、127項目から1972年、これミュンヘンオリンピックの年なんですが、この辺からずらずらっと増えてきています、ね、でこの増えている項目はほぼあの罰則項目ですね。罰則項目ということで増えてきています。で、その後80年ルールなんですけども、80年ルールもそんなに数は増えていません。やはり70年以降オリンピックに参加してから、ですね、罰則を強化するということが一番大きいというところですね。それから時間もあれですのでちょっと端折っていきますが、これは最初のコートです。センターラインがあって、3メートルのところに初動線というのがある。これはもう最初のルール高等図ですので、この通りです。で、この後ですね、僕の持ってる力を集めた中では、もうこの後にすでに初等線というのはありません。初等線ありません。ただし、初等線の概念というのはずっと80年まで続きます。ですから、スローオフの時には、守備側の選手はセンターラインから3メートル離れてなければならないというずっとそういうルールでした。今のはボールから3メートルですね、じゃなくて離れていなさいということですね。で今回初めて見させていただきましたけど、初等線が引かれているゲームは今回初めて見ました。あることは知ってましたけども、そういうものを実際目にしたのは今日初めてなんですね。はい、ということです。これはいいですね、42で、日本はですね、1968年、昭和43年まで44メートル、22メートルのコートでハンドボールをやっていました。で、68年に、40、20というふうに変えられています。で、ここで面白いなと、これはまあ実際には僕実感してるんですけども、その42の時には攻撃っていうのは、
やっぱり8ロールだったんですね、7人制も。それで最後にサイドを割って、シュートを狙うという戦術だったんですね。ですから、左利きのプレーヤーっていうのは、左サイドみたいですね。今とは逆なんですよ。今だと、逆の位置にいました。それが2巡になったのでサイドまで行けなくなっちゃったんですよね。1メートル減ったために回り込んでサイドを抜けなくなったので、ですから、多分この後笹倉たちがまた言うと思うんですけども、そこから変わったのはサイドを狙うんじゃなくてサイドと45度の間を狙う、ここを攻めるっていうのが、そのこのルールが変わった時にはっきり変わりました、はい、というあのコートの大きさの戦術、これはあの世界はどうだったのかな、ちょっとそれは僕ちょっと分かりませんが、それから、72年になるとセンターラインが交代位置の限界、昔はあの今のビーチ、ハンドボールみたいにこっちから出てあっちから入るとね、違うところから入ってしまって、ということがあったようです。まあそういうものを、禁止するためにこういうものが 出てきたと、交代位置ラインですね、それからゴールキーパーライン、これまだ名称がないんですけども、ゴールキーパーラインがこの時に、登場してきています。あのルールとしては7メートルスローの時に3メーター以内に近寄っちゃいけないというルールだったんですけども、ゴールキーパーラインというのはなかったんですね。それを明確にした。それから1980年になると交代位置が4メーター50、これもまあ交代のたくさんやっぱり選手交代するなんて、その周辺のトラブルが増えたということで、こういうふうに大きくなってきていると思います。それから用具のところなんですけども、ずっとハンドボールっていうのは単色の革、または合成皮革なんですね。ですから、当時のルールに、照らし合わせますと今のボールはみんなルール違反なんですね。模様が入ってる、ということですね。昔はそうで、これは多分あのユニフォームもそうなんですけども、ユニフォームの規定は昔は、濃淡なんですね。相手チーム濃淡、それがもう規定なくなってます。でボールもそうなんですが、多分これはテレビの影響だろうというふうに僕は思っています。多分赤色のユニフォームと青色のユニフォームでテレビ放送すると白黒でしたのでわからないですよね。それですから濃淡だと思います。でカラーテレビ時代になるとこれはあの赤青でもいいわけですよね。という多分時代との関係でそういうふうに変わってきてるんだろうというふうに思っています。プレーヤーあの選手なんですけども、これはチームは11名でした、昔は。で、この辺になるとゴールキーパーが2名というふうにちゃんと規定されています。ユニフォームもそうですね。ゴールキーパーのナンバーは11ところにですね。で、1970年から、ゴールキーパー12名ですね。ここからね、これは多分あの競技のカード化に伴って、増やしてきていると思います。これはどん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 その流れで来ているというのは あると思います。それから72年になると不正交代とかそういうものですね、というのが出てきます。これも多分交代、いろんなトラブルが出てくるということになると思います。で1973年のルールを見ますと、ゴールキーパーはセンターラインを越えてはいけないというルールでした。ですから、センターラインの向こうに行くと、反則でしたので今のように7人攻撃というのは当然起こりえないわけですよね。そういうルールだったんですね。まあ、そこからあのもっとダイナミックにしようということでどんどん外されてきているとは思います。もう現状はそうですので、考えていただければいいかと思います。それから、これですね、相手にを身体で阻止することは良い、まあ、これもいいですね。でその次にラフプレーに対して7メートルスローを与える、昔はそうだったんですね。あのラフプレーすると7メートルという判定がありましたので、僕らはあの、ね、高校時代の時に、最後の何秒の時に、自分のコートでラフプレーしたら何秒向こうまで歩いていけるので試合が終わりになるねとかね、そんなことをあの計算してた時があります。ということで、まあ、ラフプレーに対して7メートルスローが与えられていた。現状ではもうありえないですね。からスポーツマンシップに反する行為というのは叱責という言葉が使われています。まあ、あの役の問題でそうなったんですね。それは、すぐにあの注意という言葉になります。
で、1968年、昭和43年ですが、このところに出てくるのは、たとえ相手がボールを持っていなくても体で阻止することは許される、というふうに、まあ、今の競技の発展の中の話になると思います。ボールを持っていない人がどう動いていくかというときに、守ってもいいと、それまで守る必要がなかったとかね、あったので、そういうことになっていると思います。これね、さっきのソウルのオリンピックで、ね、あったんですけども、この43年のルールでいうと、ゴールキーパーの代役をしたフィールドプレーヤーが即退場のところになってますね。で、あの時には退場にならなかったんですよね。退場にならなかったんです。で、これは僕知ってましたのは、なんで退場じゃないのってこういう話をしたんですけども、その時には、パルパルの時は、説明は、あれは雷鳴防御だと。だから、プレイヤーに罰則はつかないで、7メートル走だけとこういうふうになるんですね。古い時代ではこういうふうに、体重7メートル、両方がついたこういうことですね。それからこれはスパイプレーにつながってくるんですが、1970年にゴールエリア内での空間パス、いわゆるエリアの中に飛び込んで、パスをしていくというね、スパイプレーの元になるんですね。これ以降スパイプレーが出てきます。その前は禁止ですので、スカイプレーというプレーは起きてきません。そうですね。でこれも、最初はね、ゴール幅、一番最初出てきたのは、サイドから30度までこういうふうに言ってたと思うんですね。それが正面を除くから、全エリアを使っていいというふうに変更になってきています。スローイン、もうまとめましたが、スローインコーナースロー、1973年にショルダースローのスローインになった。これは前の落としまでは、サイドラインにとってサッカーと同じです。頭の上から両手で投げないといけなかったですね。それがショルダースローになりましたので、まあ、これは、まあ、スピード感になります。はい、これはいいでしょう。で、1981年にはコーナースローという項目があったんですけど、ここからそれはなくなりました。また後で出てきますが、コーナースローというのは、ショルダースローでラインを踏むというルールになったので、やり方が同じになっちゃったんですね。スローインとコーナースロー、でそれをわざわざ2つ分ける必要がないので、現在の表記といいますか、僕の説明では、コーナーからのスローイン、コーナースローね、コーナーからのスローイン、こういうふうに説明するということにしています。ゴールスロー、ゴールスローもいろいろあります。で、相手方はゴールエリアラインとフリースローラインの間にはいてはいけない。要するに、6メーターと9メーターの間にゴールスローの時にいちゃいけないんですね。みんな外で出なきゃいけなかったんですね。で、あとはそのゴールスローは、この時はゴールスローが投げられた瞬間に完了。ですからもうインプレーになっちゃうんですね。ところがですね、その後になるのは、ゴールエリアラインを超えた終了なんですね。ということは、どういうことかというと、これも81年ルールにもかかってきますが、投げようとするところを妨害に行くと、これまだインプレーになってませんので、スポーツマンシップに反する行為の一部なんですね。こういう違いがありますよね。それからゴールスローが現在ゴールキーパースローと言ってますが、そのところでも少し変わってます。ここのところはちょっとしっかりルールブックから今読み込んでないんですよね。変遷を聞くか分かんないんですけども、当然違っています。どこに位置するかがね、ですね。これその後が70年のこのところでゴールエリアラインを妨害したとき、キーパーボールのときとゴールスローのときは当然扱いが違うんですよね。今はそうはなっていないと言ってますね。フリースローは7メートルスロー、それからここでは昭和22年のルールブックなんですが、そこに、はフリースローはレフェリーの笛より3秒以内というルールがあります。要するに今はフリースローはノーホイッスルでいきますが、それまでは、フリースローの時に、笛があったんです。だからポイントに立ってもすぐ投げたんですね。レフェリーが笛を吹いたらプレーが再開される。ですから結構のんびりしてたというか、
今あの一時期のようにボールをどっかに放り投げちゃうとかいうことをしなくてもよかったんですね。待ってればよかった。ですから、攻める方は反則があるとそのポイントに誰か即走っていってボールを待つ。で、審判の顔を見てピッと吹いてもらったら進めると。こういう感じでやっていました。これもうまいですかね。それが1965年にフリースローの笛がなくなります。リスタートの笛ですね。ですからもうポイントだったらすぐ投げていいというふうに変わっています。でゲームがよりこうスピードがしていくと思いますね。で、それで、その時に連続動作の不正な位置に、防御者がいても特に敵の場合はそのままで良いというのはそれまでは、きちんと配置をするまでレフェリーが3メーター外へ出して、それから笛を吹いていくというんですね。それをもうやらなくなって不正な位置にいても、そのままプレー攻撃者有利のルール改正になったんですね。これその時は、はい、これはあの75年の場合は、相手側のコートですからこの時にはあの向こう側行っちゃいけなかったので、ね、当然そうですよね。スポーツマンシップに反則行為にもなります。センターラインを越えることがそもそも反則であったということですので、こういうポイントで、レフェリーのところですが、これは罰則、レフェリーの項にあの罰則が全部書かれています。この時代は、で、スポーツマンシップに反する行為、注意、退場、追放で3回目の退場は追放。今とはだいぶ違いますね。明らかな粗暴の行為に対しては7メートルスローを与えていく。ラフプレーに対する7メートルスロー行為になるんですね。それから副審制になるのは1970年、日本では70年です。これ、細かく見ていきますと IHF に規範というのがありまして、それは1968年にあの副審制ということで、記載されていますが、でこの時に、注意が警告という表現に改められています、ね、それから75年はストーリング、これは今パッシブプレーと言っていますが昔はストーリングというふうに言っていました。で、昔はあのストーリングを繰り返した場合、その時にボールを持ってした人を注意して退場させるというルールだったんですね。それはもうないですよということで、50年にはストーリングで警告退場はないというふうに、変えられています。ここにイエローカードが出てきます。1975年。で、同一プレイヤーに2回の警告がないというのはここからです。ですから、それ以前は、一人の選手に対して何回も注意って言ったんですね。注意だけで 何もなかったんですね。それが退場までつながるよということなので、まあ、いわゆる今のでいう段階的罰則適用の最初のものでしょうと思います。で、それから退場は2分間、3回目の退場は失格というルールもここから出てきています。まあ、これちょっとまとめということでありましたが、まあ、ゲーム進行のスピードがということで、フリースローのリスタート、スローインのショルダー、スロー、これも全部あのスピード化のためということで、それからラフプレーと7メートルスローに関しては、ラフプレーと明らかな得点のチャンスというのは未分化というか分かれていませんでしたので、ラフプレーに対して7メートルスローとかね、いうのがあったということですね。で、先ほどの項目数のところですから、1972年から新たなルールがいっぱい来ています。というふうに言うと、まあ、最後のまとめとかは、まあ、いわゆる競技という、ハンドボールという競技が、そもそもこうね、精錬されてくる時期が、この80年までのルールであっただろうというふうに思います。で、次、80年ルールをやっていいですか。81年ルール。ここまでは第一セッションを待ってください。はい、巻きね。はい。じゃあ、これはどこ？で、81年ルール。これは先ほどからいろいろ話されていますので、
こういうことですね。モスクワオリンピックを見た IOC 委員がこんなあのラフなスポーツはオリンピック競技から排除すべきじゃないかという意見が出たということで、かなりの危機感を持って81年ルールができました。で、大幅なルール改正が行われたんですけども、項目数はそんなに変わっていません。それうまく整理をされているというのが81年ルールだったんですね。それまではその現象を見てその時々にこう作っていたルールですので、あの統一感がなかったんですね。それをきちっとまとめたというのが88年ルールだろうというですね。で、この時にそれまではずっと17条で構成されていたんですが、81年から19条になります。で、19条になったというのは、いわゆるあのレフェリーの項目ですね。レフェリーの項目数がすごく増えましたので、それを整理して、レフェリー罰則、それからタイムキーパースコアラーというふうに分けられています。まあこういうことですね。これはいいですね。スローインはなくなった。スローインじゃない、スローインじゃないです。これコーナースローですね。コーナースローはなくなったのが間違いです。で、デスローオフ、タイムキーパースコアラー、こういうふうに増えて、1つ減ったんですけども4つ増えて19条、こういうのですね。これはいいですね。もうで、大きな改正は、すべてのスローは直接得点できるというふうにこの時に改正されています。それまでは、ちょっと原書で書いてあります。スローオフのボール直接シュートしてゴール入っちゃったらどうなるの。それはゴールスローで再開です。なぜかといったらインプレーになってません。インプレーになってませんので、まだ競技始まってませんから、ゴールインが認められないということですね。で、これもまあ実際審判公式会であったんですけど、スローインがありました。ゴールに向かって投げました。そのまま入ればインプレーじゃないので、ゴールスローなんです。おっとっとっと言ってキーパーが来たって触っちゃったと。触ったボールがゴールに入ったら、これゴールインになるんですよね。触った時点でインプレーになるんですよね。というなんか、おかしなルールがなってたんですね。それから、この時に、先ほど最初にやりました初動線ですね。初動線の概念はここでなくなります。で、スローオフはセンターラインから守備、からで守備側は3メートル離れてということで、初動線の概念から変わっています。で、そういうところから多分クイックスタート、あ、これ下地はまだなかったですね。その後に出てきます。これですね、あの項目数の分類を書いてあります。内容が大きく変わったって、外形が変わってるんですね。で、出てきたのはあの罰則が出てきたんですが、レフェリーの項目に中を見ますと、9項目が罰則関係なんですね。で、それが独立して罰則になって12項目になっています。で、この時に段階的罰則適用概念、段階的罰則適用ということは今普通に言いますが、この時にはまだルールブックには段階的罰則適用という言葉はありません。ただし、この時の僕の記憶で言えば、審判講習会の時の説明では、確実に段階的だと階段を書いて説明されています。ですから、言葉はなかったけども概念はこの時にからあるということですね。で、ルールブックに登場するのは60年のルールから出てきます、ね。それから警告と退場の連動ということで、いわゆる警告から、まあ、その前に出ましたが、段階的にどんどん増えていく、登っていくという考え方が国に出てきます。それから退場が2分間に増えます。これはまあ、いわゆる簡単に退場を取れるよというね、形にしたんじゃないかと思います。それから、ここに出てくるのは、ラフプレーと明らかな得点のチャンスの分離。これは分かれています。ですから、昔は、警告に退場と7メートルとかね、いろいろあったんですけども、それが明らかな 得点のチャンスなければ、7メートルはありません。で、現場のコーチたちの話を聞いてると、
おかしいじゃないかとかね、いろいろなことを言ってましたが、それはこういうルールが変わったということが分かっていなくて発言されたところだろうと思います。コーナースローはいいです。あ、それから、これはですね、ルールというよりか、まあ、今回のテーマにもありますので、これはデンマークの書籍の中にあるんですが、ハンドボールドシピュレント・オブ・バイキングス、デベロップメントです。プレーの発展というグラフです。これ本自体が古いので ここは80年ですね。で、これがテクニックですから技術です。で、これが、この線がタクティクスですから、戦術で、一番上がフィジックスですので体力。多分先ほどの澤倉先生のやつもそれにこれ対応したことになっている。ハンドボールの発展がそうになっていると思うんですね。で、これは83年ですので、その後はないんですが、90年代に入りますと、これはアラン・ルンドの、解説にありますが、90年になると、タクティクスが一番上に行くんですね。で、今テクニックもどんどん上がっていますですね。今は順番で言えば戦術が一番、それから技術を支える体力、こういう形の発展系をしていく。90年代とはそういうふうに変わってきた。で、ちょっと宣伝地味で言いますが、75周年誌っていうのをね、私やらせていただいたんですが、その時に近森さんとか来ていただいて、70年代の話をしてくださいということでやりました。で、この時代はまだテクニックが最優先なんですね。で、このテクニックが最優先の時代というのは、やはり日本人の特徴として、やっぱり個性的なプレーヤーも多かったということですね。野田さんとか近森さんとかね、木野さんもいますけど、そういう方が多かったので、世界に対抗できたんだということですよね。で、近森さんの時代、世界のベスト10に入ってますよね、近森さん。入ってますね。それぐらいだったんです。だけども、今はどうかというと、ベスト10なんてとんでもないと。世界選手権も出られない、こんな状況なわけですので、その辺を見ていけば、少しいい、トレーニングの仕方とか、ハンドボールを見る考え方とかいうののヒントがあるんじゃないかということで、これ出しました。これはもう特に藤本君の要請がありましたので、これを出しました。ということで、81年からのルールのことで、ちょっと時間もありますので、終わりにさせていただきたいと思います。どうも。ありがとうございました。まとめます。まとめますというか、私も、80年代のお話の中で言うと、ちょっと確認なんですけど、やっぱり一番コーチ側からすると、一番トピックスとして挙げたのは、やっぱり段階罰のところなんですね。ということでよろしいですか。そうですね。それは大きいと思います。なるほど。で、その辺は、極論する戦術の方から見ると、90年、2000年のところのビッグスター等が、導入されたぐらいのインパクトのあるような、影響力はあったんですか。そのように思いますけどね。段階罰が非常に大きかったと言って、段階罰と体重が取りやすくなったことから、いわゆる数的優位とか不利とかいう状況がいっぱい生まれてくると、ですから、もうゲームの流れとか1試合を考えるときのゲームコースの立て方もそこに出てくるということですね。それからラフプレーということがあって、反則をすることが自分たちの損につながるとか、不利益につながるということがここで明確に示されたんだと思います。いわゆるそれまでは反則はやりたい放題というのがそれまでのルールだったように思います。何回やっても注意で終わるとかね、そういうところから変わってきたのが段階罰の特徴だろうというふうに考えています。ありがとうございます。その辺は当事者の清水さんもいらっしゃるので、もしよかったらご質問いただければと思います。コメントもあって。だからコメントありますか。いや、オリンピックの後の81年のルール改正で、段階罰という言葉は出なかったんですけど、リピーティティブリーチ、繰り返される反則は警告である。著しく繰り返される反則は廃条であるというのが出てきて、概念としては、段階的罰の適用というのが出てきました。ありがとうございます。
私は国内で15回ぐらい退場させられた。はい、それじゃあのルールの変遷ということで、97年、もうちょっと後まで入るかと思いますが、の変遷のところを述べらせていただきます。まずですね、ルールに関してはですね、この時代ってほぼ、変化をしてないというか、変わっていないんですね。大枠で見ていると、枠組み等も、ね、項目等も変わっていません。で、多分、ちょっと僕の記憶が定かでないんですが、定かというか、ここで読んだんですが、ここにある佐々木先生、たくさんやってますが、この中の中には、今は、現状のルールを使い切っていないので、ルールを変更する必要がないという文章がどこかにあったはずなんですね。で、そういうことで多分変えられてきてないんだろうと思います。まだ、81年ルールを十分に理解して、使い切っていないということだろうと思います。ということであんまり中身がないので、ちょっと昨日のところでインプレーに関するところをですけども、今日の中に入ってるだろうとちょっと見直してみたんですけど、ないんですね。で、どうしてないのかなというと、インプレーに関するルールで次に、改正されるのが2002年、調べてみた2002年ですね。で、この枠組みに入っていませんので、ちょっと補足をしております。スローオフの時に、インプレーになる時はいつか、こういう話なんですが、81年前、80年までは、レフェリーがスローオフの笛を吹きます。それで、パスをします。最初のプレイヤーがキャッチしたときにインプレーですね。ということは、インプレーになったときに選手はラインをセンターラインを越してよろしいというルールなんですね。それが80年から、スローオフの選手がボールを手から 離したときに、このときにインプレーになるわけです。ですね。離したら越えていく。それから、2002年はどうなるかというと、レフェリーの笛でインプレーです。ですから、笛が鳴った途端にラインを越して走れるわけですね。これ、クイックスタートがどんどんできるということなんですが、多分現状で見てると、このルール改正は、現状を肯定したルール改正だと思っています。なぜかというと、フライングする選手いっぱいいたはずです。多分記憶があると思うんですよ。皆さん、ラインをね、ピピッとすぐラインレフェリーが下げる。これが、どういうふうに見るかは知りませんが、それよりかもっとプレーを肯定しようということで、そういう改正になっていると思います。こういう考え方は前も一回言ったことあるんですけども、何年か前に言ったんですけども、これはちょっとみんなに不評だったんですけども、多分私の考え方ではそういうふうに見ています。どんどんスピード化させていくルール改正、それも現状追認のルール改正だったんだろうと思います。ということで、あとは細かいことばっかりになりますが、ちょっと見ていきたいと思います。タイムキーパーの誤った笛で、ボールの保持が変わってはいけないという、あれ？これいいですね。平成元年のルール改正は、不利になったチームが保持する、というふうに変更されています。それから、ここのところで、ボールの単色の規定がなくなっています。これも多分、この時より前に、我々の記憶だったタンゴボールでも、ね、タンゴボールで絵の模様の入ったボールがもうすでに使われていたと思うんですね。で、これも現状追認で、なくしてしまったというルールだと思います。それぐらいですね。で、その次、平成5年のルール改正になるんですが、これ、日本のルールから見ていますと、多分中身はあまり変わってないと思います。で、ただ、名称の変更が白く出てきます。例としてはゴールスローはゴールキーパースローとこういうふうになっていますが、ゴールスローとキーパースローっていうのは全く違うものなんですね。それが一緒になっていますので、例えば昨日の話ですと、ゴールスローの時はインプレーになるところがどこだっていう時点が決まってくるはずなんですが、キーパースローっていうのはボールデッドしませんのでそのままいけるわけですね。この区別がちょっと僕もよく理解できていなくて、そこがどうなったのかなという、ね、あとは、ペナルティースローが7メートルスローにまた元に戻った、それからプレイヤーがチームに変えられたということですね。
それから、このゴールスローに関しては、この後、キーパースローの時はボールデッドにならないんですが、ボールデッドにならないんですが、その後の改正では、キーパーが、ボールをコントロールした時点でボールデッドになるんですね。ですから、あの時は自殺点はなくなったっていうふうにね、表現されました。それは、それまではインプレーですので、ファンブルして、ボール離したらゴールインだったんですね。そこでボールデッドになりますから、キーパーが次スローするまではインプレーじゃありませんので、間違ってゴールに入ってもゴールインではない。こういう改正がなされています。これは今日 の僕 の, あの範疇の外の部分だけ、だということになります。それからもう一つは、要するに自動終了が当たり前というか主になった。それまでは、最後の一投の結果を見てからタイムキーパーは不要。要するに時間切れててもフリースロー投げるまでは吹いちゃいけないというところが自動終了になりましたので、タイムキーパーの役割が減ったということと、こういうふうに変更になってますね。フリースロー、ペナルティースローの結果を受けたら、ボールが、からボールが空間にあるというやり直しに変更ということですね。で、この時にはやっぱり、最後の1投、残り数、例えば残り1秒ぐらいの時に、7メートル投げちゃう。これもう1秒ですから、ゴールに届く前にゲーム終わっちゃいますので、そのまま終わりです。ですね。ということは、スローワーは、1秒残ってブーッとなってからやった方が最後の1投の結果が出るんですね。そういう、考え方の違いがここで出てくるんですね。その他では、ここでゴールキーパーのナンバー指定がなくなります。1番、12番、16番という指定がなくなります。ですから昨日ですと、田原君が1番をつけています。それまでは1番はゴールキーパーの番号ですので、ああいうことはありません。それから、ゴールキーパーと記載されていな、なければならない、これはなくなりますから、番号指定がなくなったということですね。で、ゴールキーパーとコートプレイヤーは2本やれば交代です。ということで、いわゆる7人攻撃ですね。7人攻撃がどんどん増えていくですね。トヨタ合戦よくやってますけども、ヨーロッパでは結構やってますね。チャンスがあればどんどん7人攻撃をするということになっています。どうですかね。これはほぼ日本 の, 問題なんだと思いますが、要するに役の問題があると思うんですが、これボールを取った後ですね、ストップをかけて引きつけるのは一歩であるというのが、引き寄せるのは許される。これどういうふうに、ちょっと日本語でもよくわからないところで、ここはいつも疑義が出るところだと思います。一歩をどう考えるか、昨日の清水先生の話とも、関わってくると思います。それからもう一つは相手に対する動作の、これもちょこちょこ変わっていますので、ここで特徴的に取り上げますが、それまでは相手のボールにプレーすることは許される、ボールを取ろうとすることは許される、こういうふうに変更されています。一番初期のルールブックでは叩き落とすことは良いと、こういうふうに書いてあるんですね。そこら辺の変化があります。確かにスピード化とハード化に伴って、叩き落とすんでは相手の方を叩いちゃうとというようなところから、そういうのを防ぐためにソフトな表現になってきている、というふうには思います。それから7メートルスローのところで、ここでは2項目追加されています。4項目だったのが、6項目になります。で、それが明らかな得点のチャンスに不当な笛が吹かれたとき、明らかな得点のチャンスにコートに入ってはいけない人に妨害されたとき、これは多分役員のことを言っていると思います。ルール的には、当然ゴールに入るだろうというボールが、その他の人によって妨害されたときは得点を認めても良いというルールになっています。ですからこれはそういう項目がある以上は、これはベンチの交代プレーヤーとか役員のことを示していると思います。
多分日本ではそのこと考えられないんでしょうけども、どこかですね、あのアラブの試合のところで、役員のね、補助役員の人が入ってきて抱きついたっていうビデオをちょっと見たことがありますが、多分そういうことを意識してこういう、まあ、話になってるんではないかというふうに思います。それからここはあのタイムアウトですね。あのきちんと時間を止めてっていうのはこの辺からです。それから罰則についてはこの通りですけども、コート外のスポーツマンシップに反する行為やレフェリーに対する侮辱による失格や追放については、報告書を書かなきゃいけないということで、報告書がこの時に出てきています。それから、まあ、工事時計が趣味になりましたので、それができない時にはこれはもう特に退場時間ですけど、日本ではなかったと思いますけども、ヨーロッパでは結構あるんですが、まあ、いわゆる退場者カードですね。まあ、これは刑事ですね。退場者カードの時もありますが、入場時間と番号をオフィシャル席に、設計、検証するというルール改正がされています。これぐらいで1998年、平成10年の時からは、項目数が整理されたということだろうと思います。相手に対する動作があの15から7項目に減っているんですが、内容はほとんど変わっていません。いわゆる許される行為と許されない行為が1項目にまとめられているんです。ですから、あの全体としてはそんなに変わっていないということ。それから書いてあるのは、相手に正対し曲げた腕を使って相手の身体に触れること、さらにそれについていくことは許されるということになっています。それから失格となる行為の例示がずらずらと上がってきられます。それからもう一つは、あのスローオフの時に得点したチームのプレーヤーはスローオフの時どこにいても、要するに、それまでは、ディフェンスプレイヤーがセンターラインを越えて自陣に戻らないとスローオフをしないといけないというルールですね。これで僕はだいぶ失敗したことがあるんですけど、レフェリーの原因ですね。要するに速攻があって、まあ、ちょっとあれですけども、僕が失敗した事例としてはね、当時はスローオフができないので戻ってくるんですが、選手が戻ってくるんですが、センターラインの前で止まるんです。ですからスローオフの手を付けないんです。もっと入らない。でも行かないので、でも攻める方はもう早く攻めたくて頑張ってるんですが、付けないので、それはまあスポーツマンシップに反する行為だということで、イエローカードでさあ行けってやったんですね。僕は。うん、そしたらその選手ね、それが試合の終わり頃なんです。で試合始まってすぐその選手にイエローカード出してたんです。で試合ですぐ終わりですから、まあ目も見てませんから、すぐ行けって攻めさせたんですね。それが大きな間違いのもとで、トラブルになったことがあります。まあ、それは当然退場だということですね。まあ、それがその、スローオフの時にどこに向いていく、とにかく速攻が、ピックスタートがどんどんできるという状況を作ります。はい。98年のこのスローオフの部分が変わったところで、多分99年ぐらいにスウェーデンがいわゆるクイックスローオフの原型みたいなことを確か始めたんじゃないかな。僕の記憶ですけども、ちょっとすみません、資料がないんで申し訳ない。あの、はい、僕もそこまで調べればいいんですけど、ちょっとそこまであのやってる時間がありませんでした。申し訳ありません。まあ、大きなルール改正は81年と2001年ということになると思うんですけども、まあ、この時代というのはどちらかというと、ルールが整備されていく、そういうような過程ですかね。はい、でやっぱりあの速いスピードとか、クイックスタートとか、攻撃回数を増えていく状況を、多分、追認しているような形で、どんどんルール改正がなされているということですね。そういう感じですね。はい。あと、この時代に実はバルセロナルールという、はい、昨日もちょっとありましたけども、はい、そういう、バルセロナルールご存知じゃない方も結構いるんじゃないかなと思うんですが、まあ、バルセロナルールに変わろうとしてた背景だとか、だから結局変わらなかった、その理由だとかっていうのをご存知ですか？もう分かってない。多分、ヨーロッパ人が考える、ハンドボールの理念と違ってたんだろうというふうに思います。ですから昨日、バルセロナルール自体、ちょっとだけ説明してもらっていいですか？バルセロナルールっていうのはですね、一つは、バックパスっていうのがあります。センターラインを、バックコートからフロントコートに
にボールを持ち込んだ場合、戻すバスケットのバックパスですね、ああいうのはいけないので反則だったんです。ただこれはこの件に関しては、ハンドボールはクロスをしてバックね、バッククロスというかリターンパスですね、リターンパスをします。で速攻で展開しているときにたまたまリターンパスしたらセンターラインから戻っちゃった、それは反則だった。そういうポジティブなのが反則というのはおかしいんじゃないかということと、それから、キーパースローなんじゃなくかスローオフですね、ゴールキーパーラインから、というですね、そうすると全体のゲームの構成が変わってきちゃうんですね、あり方がね、これもちょっとありえないだろう。それとフリースローの時に、フリースロー攻撃はフリースローラインから外から出なきゃいけないんですが、どこにいてもいいということですので、フリースローラインの時に壁ができますけども間にね、オフェンスプレイヤーが立ってブロックプレイが簡単にできちゃうという環境、確かこのもう一つありましたか、3項目ですね、この3項目がバルセロナルールという言われています。で日本のルールブックにも、そういうふうな改正されたルールブックはないわけですね。ですから、通達っていうかな、ハンドボール協会が好きな通達っていう言葉で構成されています。ちょうど、バスケットのようなハンドボールにしていくのかどうかっていう議論だったんだと思うんですよね、はい、もうちょっとよく分かってないんですけども、で、この件に関しては確かに、ヨチェンコですか、これからハンドボールはバスケットボールに近づいていくだろうというふうに言ってます。ただしやっぱりね、ヨーロッパ人というか考え方としてバスケットになろうという考え方はなかったと思うんですよね。で、やっぱりハンドボールはハンドボールのアイデンティティがありますので、ハンドボールファミリーとしていいハンドボールを作っていこうという考え方からするとバスケットになるというのは許せなかったそういうふうに考えています。そうですね、はい、多分もうそういうことだったんじゃないかなと思います。ただ日本はそれに先駆けて、バルセロナルールを実際に1年間ですかね、やりましたよね。2年か3年やってたと思います。いや、1年です。1年で終わりましたかね。チム先生覚えてます。1年、2年やりましたかね。という僕2年か3年やったので1年ではなかったですね。はい、結局それがなくなったんですね。はい、わかります。はい、じゃあすいません、よろしくお願いいたします。先ほども大幅にかいつまんでいきましたんで、もうスライドをささっと流すぐらいでいいかと思うんですが、自分が携わって、ルールの方にですね、携わったのがちょうど97年の熊本の時からでしたんで、その時の審判長エリック・エリアスとかからですね、いろんな話を受けながら、レフリーコーチ・ドクターで今回のルールは作りましたとかですね、言ったことを言われたのを思い出します。で、メディア向けというところからですね、いろんなのがまさにチームタイムアウトですね、予告の仕方とかそういうのはまた若干変わっていったんですけども、このスタートだったかと思います。で、パッシブの予告合図とかですね、いったところも取り入れ出して、課題としては段階罰ですね、まあ身体接触とスポーツマンシップに反する行為でのですね、適用の仕方をどのようにすべきかというところで、若干国内の適用をどうすべきかというところがですね、一義話題になったのも思い出します。で、2001年にですね、スピーディー化というところが、入ってきた、赤で書いてますけども、そういったリスタートのあり方ですね、と伴ってはレフリーで求められることが多くなってですね、前の99年の世界選手権でレフリーの負傷が多かったと、その理由がやっぱりそういったスピードについていけなくなってきているんですね、いったところからレフリーの技術的な奏法とかですね、レフリーの適性とかですね、いったのトレーニングメニューとかですね、あとそういったのも出されたのもこの時期です。で、スポーツマンシップの反則論に関して、それまではですね、チーム役員にイエローの次はレッドカードだったんですけども、干渉ということで入館退場が入ってきましたとかですね、あとは予防的なですね、条文ということで、その時のゴールキーパーにボールを返して斜め出すのというのがありました。そういったのもなくなってきたんですね、いったところ。で、このルールからの TD 制という言葉がですね、使われ出しました。実は国内では遅かったんですけども、もう IHL の方ではこのシステムが始まっていたということになります。で、2005年はですね、さほど大きな変化はありませんでしたけども、反則が勝利の手段になってはならないというですね、いったところからの終了間際の違反ですね、この1点が入れば同点とかですね、この1点が入れば勝ち負けになることに関してもう意図して各種スローを実施させないとかですね、
言ったことに対しての規制が厳しくなって、まあ、あの、はい、条文が出てきたというところと、まあ、スポーツマンシップ赤で書いてますけども、こういったあの、4分間で、これも全てあのメディアの影響を受けてですね、まあ、ハンドボールとは何なのか、まあ、クリーンなですね、二度からものにしていかなければならないというところでですね、出てきたもので、大きな条文のですね、変更はこの時はありませんでした。大体2005年、2007年までになるかと思います。以上です。吉本さん、ありがとうございました。まあ、まとめますとですね。近代のハンドボールに、まず戦術の方でまとめますと、まあ、近代のハンドボールにより近づいていくにあたってですね、まあ、昨日も笹倉先生おっしゃったんですけども、似たようなことが実はもう行われていて、だけどそこを突き詰める国はあまりないっていう中でですね、一つ突き詰めた国がディフェンスで言えばフランスであり、そうですね、まあ、この後出てくるドイツのテンポアシュピールというか、まあ、全局面でテンポを上げるということを突き詰める国が出てきたっていうことが、まあ、次なるより近代に近づいていくハンドボールの中に、ハンドボールにつながる傾向じゃないかなと。またルールに関しましてはですね、まあ、非常に難しいんですけども、まずはやっぱり気になっていたクイックスタート、クイックスローオフの導入により審判の体力面のメニューであったり、そういうところが組み込まれていったというのが時代の流れを感じるところじゃないかなと思います。言葉足らずの部分もあるかと思いますけども、これでまとめるという形にしたいと思います。この後にまた最後のパートになりますけど、非常にまあテンポアップしたという部分でも速攻の部分ですね、まずはゴムの最初のところではその速攻の部分が本当にどう変わっていったのか、まあ、現代の判断の中で今だんだん成熟にまた来ていると思います、まあ、その辺りのことをまた語られたいと思います。はい、それではパネリストの皆様、50年間の方に拍手をお願いいたします。これ日本としてはルールという問題も絶対外せませんので、福島さんの方からルールと編成ということで、理解いただければよろしくお願いします。はい、じゃあすいません、2010年ですけども、これは今まで4年大きいだったのがこの間が5年間空きましたですね、北京のオリンピックが終わってですね、まあ、十分情報を整理してですね、まあ、スピード化に伴うですね、あったと思うんですが、この2010年が今にもつながっている部分なんですけども、まず前にもって、強調されていたのがですね、条文をですね、全て貿易・防御の双方に当てはめますということをネットに置かれていました。で、双方に平等の可能性というところと、あと、フルポジショニングファーストということで、先に位置を取ったのはどちらかをきちんと見ましょうといったところから、さまざまなですね、条文が整理されています。で、8条がですね、注釈の中でいろいろ扱っていたものをもう条文の中に持ち込んでですね、とても具体的になりました。で、あやふやでですね、警戒が難しかったゴールキーパーの衝突の問題とかですね、で、身体接触の中でのところにも追放が削除になりました。で、と同時にですね、おそらくこれも当時混乱を招くブロックですね、ブロックプレーというところが、さまざまな防御形態に対する対応という中でですね、出てきてですね、当初はもうしっかり見ましょうというところだったんですけども、今の通達なんか見ると過敏になるなということでですね、そのあたりがかなり出だしから現場からもですね、整理を求められる部分があったんじゃないかなと思っています。で、8条がですね、このように1条2条が許される許されないが一に続いた後ですね、黒の部分が身体接触の部分で、赤の部分がですね、スポーツマンシップの反する部分というところで、このように段階的にですね、整理されたんですが、発見されたのが8の4とですね、8の8にある、スタートから即座に任務官を大事にしなきゃならないプレーがですね、はっきりと明文化されていますので、これがですね、当面映像資料とかでもですね、強調されている部分になっているかと思います。で、ブロックについてはですね、このように当初は写真でしたんで、かなりですね、写真の解釈をめぐっていろんなですね、見解があったんですけども、映像なんかを整理していくとですね、ほとんどが9メートルより外側にピボットプレーが上がってきてですね、そこで、スクリーンをするというところで、足を使う、肘を使うということに対してですね、きちんと見ていきましょうと。もうゴールエリア側のブロックについてはですね、本当は過敏になるなということを最近は強調されています。
というところで、ポジションによってのそういうですね、見解の、力、特にピボットのですね、扱い方についてはですね、いくつかの補足説明もその後についていきます。で、その翌年にですね、もうこれに、追加しますというところで、この2年間ですね、本来は4年おきに変わっていったことが毎年のようにですね、1年2年とですね、続きました。もうほとんどがメディア向けの対応というところで、チームタイムアウトの問題、ハーフタイムも最大15分でいきますよといったところで、一番下に書いてますけども、終了間際の違反行為についての補足ということで、最後のスローをさせたかさせなかったかがですね、判断基準になりますよと。残り3秒で違反をしたから全てレッドカードじゃないんですね。その質によって、判断が変わってきますということが2011年。で、2011年翌年にはですね、主な TD の任務というのがですね、に関する条文が出てきましたので、おおむね、ハンドボールの今の流れについてはですね、2011年で整理をされたんじゃないかなと思っています。で、今後のことっていうところからですね、今世界選手権の前にはですね、参加するチームと参加するレフリーに対してですね、映像資料を送付するようになっています。で、今までこのですね、丸をつけてある6種類がですね、あったんですけれども、その中で赤で書いてある攻撃がある違反というですね、いうところと、ピボットプレーに関するですね、ものについては、少し自分たちがこれまでも考えてきたものとですね、日本国内の中で果たしてどのようなですね、ジャッジングをしてきたのかというところで、若干課題として出てくることもあったんじゃないかなというところでですね、そこは映像を見ながら少し強調させてもらえたらと思っています。で、まずはですね、ブロックのところから少し見せたいと思うんですけども、9メートル付近で足を広げてですね、ディフェンスを生かせないような、このようなプレーがですね、その後強調されました。当初はくの字に曲がるとかですね、足を広げるとか、それだけだったんですけども、位置的ポジション的にですね、このように高いところに上がってスクリーンするための足とか肘を使うとですね、いったところが強調されましたので、今のブロックのですね、判定基準というのはこういうところが主になっているということですね、がまず一つ目かと思います。で、同じように、9メートル付近ですね、9メートル付近でボンで肘を使って相手を動かすプレーですね。こういうことに対してきちんと見ていきなさいというところで、エリア外でもむしろその高く上がったピボット選手に対する違反についてですね、注目して、注意してみなさいということが多くなってきました。で、次ピボットについてですね、ここでボールを持って、攻防があるんですけれども、ほとんど大方ですね、これまでのお二人の考え方でいくと、これで一度後ろからホールディングをした、このプレイヤーに対してですね、このゴールインの後こう罰則を付加するというところが大体 その基準として僕たちが教えてもらったというかですね、してきたんですけども、今回このプレイのですね、戦の仕方について、もう自分が負けの位置ということがですね、ディフェンスプレイヤーが分かって、そのオフェンスプレイヤーですね、ピボットプレイヤーを離してしまって、そのシュートをさせてしまったのであればですね、その後罰則の負荷をする必要がないということで確認をされました。このレフェリーはですね、対象にしてるんですけれども、このようなレッドピボットゴーっていう言葉を使われてですね、一度ホールディングしてシュートさせるために離してしまうと、リリースした場合にはその後の罰則の負荷はいらないということですね。これがピボットについて一つね、確認をしますというところですね、この前の世界選手権の中でも説明があったということを聞いています。このように条文は変わってませんけれども、適用の仕方がいろんなポジションによってですね、変わってきているのも一つの今の流れじゃないかなと思っています。で、あとが、攻撃側の違反のところですけれども、
もう一度見てもらうと分かるかと思うんですが、そこの中盤をですね、いい位置を取って、先に位置を取って、このようにですね、チャージングを、まあ、もらうという言い方をしていいかどうか分かりませんけども、もらうというプレーについてもですね、これも解説は攻撃側の違反としてチャージングになるというところです。先に位置を取ったのがどちらかということをですね、まあ、見なさいというところで言うんですけども、まあ、これも同じようなですね、ケースもちょっと違います。もう一度言ってみたいと思いますけども。この状態ですね。で、攻撃を終えた、基準しながらでもですね、このようにチャンスがあれば攻撃側の違反を言わすることですね、いったことがそのコート中央でもですね、起こるようになってますというところの確認がこのようにですね、まあ、映像資料の中でいくつかですね、追ってありました。やっぱり競技の終了ですね、終盤ここですね、まあ、追い上げるチームスウェーデンが打たれておられましたので、こういう形で一番興奮してますけども、判定として見たらこれは攻撃側の違反としてチャージングでいいというような解釈になっています。この状態で位置を取って受けるということですね。ということです。まあ、このような、まあ、傾向と、あとウィングの場面でも同じようにですね、先に位置を取るというところが、角度を取って飛び込んでくるんですね、ウィングプレイヤーに対してディフェンスが先に位置を取って、まあ、これに当たればですね、攻撃側の違反として成立をしますというところで、国内でいかがでしょう、これ触るなとかですね、行くなとかですね、いった形になって、案外ここはこう打たせてしまっている傾向かも分かりませんけども、もうこのようにですね、映像資料の中でも先に位置を取るのはですね、どのポジションであっても基準は同じであるというところの考え方ですねが入っていることになります。これも1枚だけではなくてですね、結構微妙なんですけども、何枚かですね、同じように、このように、いけせんを踏んでるじゃないかというところもですね、あるかもわかりませんけども、これに位置を先に取るっていうところですね、考え方があるということになります。まず1枚ですね。とても紙一重の部分かと思うんですけどね、考え方としてはディフェンスプレイヤーが位置を取りに来てるんですよね。位置を取りに行くっていうそこの部分があるのではないかというところが、最近の映像資料の中からですね、まず判定ジャッジングだけではなくて、少しこういうのが世界の場面ではですね、起こっているというところと、まあ、これはおそらく各大陸でもですね、いろいろという意味からですね、前もって映像も送られたりとかですね、という部分があるのではないかと感じたところでした。はい、以上になります。はい、はい、ありがとうございました。はい、だいたい予定の時間が来てるんで、これは福さん仕切れということですかね。はい、はい、ありがとうございます。はい、それじゃあ最後の話の部分、本当は皆様と作ってディスカッションしたかったんですが、時間を押してますので、まあ一応今日最後のパートナーというのは、今後どうするかという日本の方向もということを含めて考えますと、まあ今話を聞いてますと、世界のハンドボールはほとんどアジアであろうが、世界ではあまり変わってない。攻撃自体に大きな変化はない。ほとんど真ん中の中央にスペースを作る、もしくはトランジションという手段を使って、どうやって取れを取ろうかということが見えているということだと思いますね。あと防御に関しては、防御の原則集中という4ものをオープンという考え方、あと、ポストプレーが非常に密着しているのが今の現在のハンドボールではないかと、だからこそポストに対する判定も審判の方が変わりつつあるというのが伺えたんではないかなと思います。はい、
あとそこに関してはやはりそこも戻る技術が非常に向上しているとなると、その戻りとセットの間のその隙にもう一度チャンスがあるんではないかというのは吉村さんの提案ではないかと思いますね。まあ、今回の講習会の中ではやっぱりまず、どこにやはり日本を目指すところがあるかというのは、今日本の位置がどこにあるかつかまなきゃ、現在どこなの、それに目標どこなのっていうことだと思うんですね。で考えればやはり日本はこの2019年の女子世界選手権、2020年の東京オリンピックを考えれば、やはり今日本が目指すのはやっぱり世界の傾向をやっぱ目指さなきゃいけないということだと私は思っております。まあ、ここが指導委員長なんですが、独断の偏見でまとめさせていただきますが、はい、であればやはり今求められるのは日本としての攻撃力と考えれば、やはり、中央に、スペースを作るという世界の動向を見据えた、やはりそういうものであり、さっき市村さんが言われたみたいな、その最終的なグループであり個人の攻撃の精度ではないかというのはやっぱり今問われているんじゃないかと思うんですよ。ですがこの個人に関してはなかなか時間がかかる問題ですが、早く手を当てないとやはり世界に声を通用する最終的個人の能力、もしくはグループの能力が問われるのであれば、やはり、これを我々日本協会としては早めに、この能力をいかに高めるか、質を上げるか、精度を上げるかという部分のところに強調しなきゃいけない。あともう一つはトランジッションという部分にはオリジナリティが見つけられると思うので、そこに日本の新しいオリジナリティと思ったもののトランジションを加えた中で点を取っていくというハンドボールを目指すべきじゃないかなというふうに感じております。またレース会社前回栗山君が示したようなオープンなレースがやはり世界にとってどこまでできるかというと、あと日本がどこまでそれに耐えられるかということだと思うんですね。あと今回最後に自分が感じたのはやっぱりポストプレイヤーっていうのは非常にネックなのかな。ポストプレイヤーの育成ってあまり前に出たことありませんが、ポストプレイヤーをどう育成するかというのも、ここ日本の人の大きな課題ではないのかなというふうに、私自身は感じております。はい、まあ、これはパネラーの方々のまとめに私がそう沿っているかどうか分かりませんが、まあ、今回の話では新しい日本の傾向そうではないかと思います。またこの講師の目的というのはやはり、温故知新、スミスさん自分で言われた通り古講師新しく見つけるという点では、今回お出になった先生方に今までいろんな戦術が、我々と同様のコーチによって生み出された、その背景が何かという、なぜそのような状況を生み出してきたのかというのを考えられて、それぞれが、防御なるべく繰り返されてきたという傾向を、ご理解いただければよかったのかなと思っています。で現在はその攻撃も防御もある程度行き着いたもの、その行き着いた中でまた求められるのは個人ではないかというのは、現在のハンドボールではないかというふうに私自身今捉えております。まあ、まとめとしてそういうふうになっていれば、まあ、パネラーの皆さんの、労力にお応えできるのかなと思うんですが、はい、一応私としてはそのようなまとめ方をしたいと思います。2日間、本当に秋葉原物語になりましたが、はい、皆さんに一つでも多く何かにも残ればと思っております。それでは改めてパネラーの皆さんにお礼いたいと思います。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でございました。ではそれでは最後に閉会の挨拶を、スミ日本協会常務理事、普及指導本部長からいただきたいと思います。よろしくお願いします。関係者の皆さんどうもお疲れ様でございます。それから、広いですね、この思うくらい参加者の方がちょっと少ないのが残念な、そうですね、こういうような話をぜひ広めていただいて、それぞれの、お戻りになったところで広めていただいて、その必要性をぜひ、皆さんに感じ取っていただければいいのかなと思いますし、また反省としては飛びつきたくなるような魅力のあるタイトルで、来年以降またこういう会を開きたいとそのように思っております。本当に2日間どうもお疲れ様でございました。はい、以上をもちまして、2015コーチレフェリーシンポジウムを終了したいと思います。どうもありがとうございました。